ニコスイこと土浦ニコ吹奏楽部の皆さん、1年生12名、2年生14名、そして顧問の中澤先生、福田先生のご指導のもと日々練習に励んでいるそうでございます。新体制になり、自分たちはどのような音楽を作っていきたいか、どのように音楽を伝えていきたいかをもう一度考え直し、そう、感化力で見せる、作る、届けるという目標を立てたそうです。去年に引き続き、そう、これ思うですね、という言葉をモットーに、聞いてくださる方々はもちろん、部員同士、支えてくださる保護者の方、先生方とたくさんの方への思いを込めた演奏をしたいと思っております。思いの伝わる演奏をするためにも、私たちにはたくさんの課題があります。先輩方が引退した穴は大きく、まだまだ力不足な部分もありますが、日々精進できるよう毎日練習を重ねていきたいと思っています。感謝の気持ちを忘れず、部活を通して技術的にも人間的にも成長していけるよう部員一同頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いしますということでございますので、トップバッターでございます。皆さん、まずは大きな拍手をください。土浦二高吹奏楽部の皆さんです。お願いします。皆さんこんにちは。二高吹こと土浦二高吹奏楽部です。最初に司会を務めさせていただくのは、バスクラリネットの深瀬とバリトンサックスの大月です。よろしくお願いします。はじめに演奏させていただく曲はユーロビートディズニーメドレーです。ユーロビートとはデジタルサウンドが特徴的なダンスミュージックで、日本ではバブルの頃に流行しました。ディズニーの有名な曲たちがユーロビート調にアレンジされています。電子音をイメージして演奏させていただくので、ぜひ楽しんで聴いてください。それではどうぞ。
しいかっこいい曲でしたね。使い変わりまして、フルートパート1年桜井のつみと、クラリネットパート1年中山奈々です。よろしくお願いします。続いてお送りする曲は上を向いて歩こうインスイングです。あ、私上を向いて歩こう大好きなんです。落ち込んでる時に聞くととっても元気になります。元気になりますよね。今日は皆さんにこの曲で元気を届けましょう。はい、そうですね。この曲にはたくさんのソロがあるんですよね。そうなんです。かっこいいソロにご注目です。それではどうぞ。Thank you.
飯よりボケるの大好き、フルートボーボイパート2年の佐藤理子と、同じくコナン大好き、フルートオーボエパート狩谷瑞希です。よろしくお願いします。いやー、さっきのジャズめっちゃかっこよかったね。そうだね、テンションめっちゃ上がったね。わかる。でも次の曲はガラッと変えていかないとね。そうだね、次演奏するのは演歌だもんね。そうそう、ということで次に私たちが演奏するのは演歌メドレーです。この曲は有名な演歌3曲がメドレーになっています。渋くてかっこいいソロもあるので注目ですね。はい、知っている方はぜひ口ずさんでみてくださいね。ところでリコちゃん、リコ水のブログやツイッターで日々の活動を更新したり、イベントの宣伝をしたりしてるの知ってる？あー、うん、知ってるよ。あれだよね、なんだっけ、なんか見られたくない書類とかをバラバラにしちゃうやつ。それツイッターじゃなくてシュレッダーだよ。はい、ありがとうございます。正しい反応です。はい、ということでいろんな情報を発信しているので、皆さんもぜひニコスイで検索してみてくださいね。ほんとしょうもないことしか言わないんだから。では準備ができたみたいですね。そうですね、では曲に行きましょう。それではどうぞ。Thank you.
パーカスパートの石野アンナと平賀小春です。いやもう、名曲ばかりの演歌メドレーお楽しみいただけましたか？ありがとうございます。いやもうね、石川さゆりさんももう美しくて歌も上手くてもう完璧でしたね。さて、お次にお送りするのは日本の4人組ロックバンド、ザ・ブームさんの風になりたいです。1995年にリリースされたこの曲は、日本のサンバを作りたいというボーカルの宮沢さんの提案によって作られた曲だそうです。ちなみに平賀さんはそのバンドをご存知でしたか？いや知らなかったです。初めて知りました。いや頑張って調べたいからありましたかね。ちなみにこのバンドは、演出の際に飛んだり踊ったり、ステージ上から観客席に飛び降りたりと派手な演出で人気を集めたそうです。そうなんですね。バンドは2014年に解散してしまいましたが、知ってたら私もライブ行きたかったな。そうですね、まあ、スタヤにでもあると思うので、もう放課後ぜひ見てください。またこの曲は、今から演奏します曲は明るいサンバ、思わず皆さんも乗り出してしまいたくなるような明るいサンバ調の曲となっていますので、ぜひお楽しみください。それではどうぞ。改めまして
本日は私たちの演奏に足を止めていただいてありがとうございます。土浦日光吹奏楽部の顧問をしております中澤と申します。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、本当にちょっと朝は雨から曇っていてどうかなと思ったんですけど、晴れてきてすごく私も風になりたいがめちゃめちゃ好きな曲なので今日はいい心地よい風が吹いてよかったなと思いました。次の曲で一応アンコールということで、最後の演奏とさせていただきます。本日が3年生が引退してからの初めての本番でして、本当にまだ未熟な点も多くあったと思うんですが、これから大きく成長していきたいと思いますので、これからも応援していただければ幸いです。本日は誠にありがとうございました。吹奏楽部ニコシルフに今一度大きな大きな拍手お送りください。
はい、ありがとうございました、ね、最後の曲先生まで演奏してましたもんね。素晴らしかったです、ありがとうございました。すごいな、ちょっと誰かに話聞きたいんだけどな。誰か話聞いてもいいかな。誰が話せそう。こっちおいで、おいで、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日がその何、3年生が抜けて、初めての本番だったということなんですけれども、今日はいかがでございました。なんか未熟なところもあったと思うんですけど、まあ、自分なりにはできたと、うまくできたと思います。すごい、100点の答え。でもこれ、思いたくさんの皆さん来てますよ、これ。ね、一個おじさん思ったんだけど、演奏しながら座ったり立ったり回ったりしてたじゃない。すんげえ筋肉使うと思うんだけど、疲れないの？正直疲れます。すごい、でもある疲れながらもあんだけ素晴らしい演奏ね、僕だけ、皆さんも多分心が洗われたと思いますね。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。タオル持ってってね。はい、ありがとうございました。で、本当皆さんも心洗われたでしょうね、今の間だけね。